さてお待ちかね諸君、エージェント養成講座の時間だ。テスラノート第1話での僕らの活躍を見て、さらにエージェントになりたいと目を輝かせているところだと思うが、今日は何を教えるんだい、ホリバー？変装についてさ、ミッキー。おう、日本の可愛いスパイがやっていたね。エージェントは様々な顔を持たないといけない。これが僕の持っているパスポートの一部だ。ルーカス・デイブ、29歳、カナダ人。モーリス・マフタン、42歳、フランス人。ヒュー・ラオリー、65歳、イギリス人。様々な人間になりきって目的地に潜入していくんだね。そうだ。さて諸君に質問だ。変装において最も重要なことは何かわかるかな？それはお肌のケアだ。え？変装するときメイクはもちろん、時には特殊メイクをしなければならない。 CIA の変装技術は世界最高峰だが、一つ残念なのはあれはお肌に優しくできていない。長時間変装する場合は注意が必要だし、何より日々の保湿が大事だ。お化粧したまま寝るなんてもってのほかだ。僕はどれだけ遅くなっても寝る前には必ず1時間は肌のケアに使う。オリバーもそうだろ？別に。本当にそんなに綺麗なのに？ああ、ちょっとミッキー、化粧水くらいは使ってるでしょう。やってない。おお、時間だ。とにかく保湿だ。いいね。本当は何かやってるんでしょう。やってない。本当かい？次回テスラノート第2話、争奪についての考察。実は何かやってるんでしょう。やってない。